皆さんこんにちは加藤です今回は寿司ラーメン陸の視聴者400万人のバカにお届けする日本語教室のですねまあ、準備より細かい部分がですね完了したのでちょっとそこをねあのご紹介していきたいなと思いますはいまずねホワイトボードなんですけどこのね見てらわかる通りですねあの蛍光灯の光がですね反射してどうしてもあの見えづらくなってしまうんですよ で解決方法をいろいろ探した結果ですねこのホワイトボードを傾けるとほら消えるんですよねこうやったらこなん角度を変えるとまあ、これちょっとね手でこう持って角度を変えるとこう見えるとああ見えなくなるという感じなのでこの、ね、椅子をね置いて立てかけてねあの 授業をやっていきたいなと思います。なんか相当反ってるんですけど、こうやって見るとね。あの、その分ね、あの、光がなくなるんで、まあこれでね、授業、えー、撮影してもね、あのー、ーメンリークの400万人のバカたちはですね、しっかりと、えー、ホワイトボードに書いた文字が見えるんじゃないかなと思います。はい。でね、これがね、ホワイトボード用のペンや、 あとは、えー、この消すやつ、名前なんていうか分かんないんだけど、を入れるケースですね。えー、見たら分かる通り、えー、空き缶とですね、ガムテープだけで作りました。で、これ作るのにかかった時間はですね、あの、2分、2分だけです。本当にね、一瞬で作りました。で、こういうのを、多分、寿司ラーメンリックの視聴者400万人のバカはですね、作れないと思うんですよ。普段、あの、頭をろくに使ってないから。なんだけど、お前らもうちょっとさ、頭を使って生きていかないと、 悪い奴らに騙されるし、ね。あとは、二歳児をね、肩車して、滑りやすい床の上で走り回ってるバカを見かけてもね、止めないわけですよ。もっとお前ら頭使えよってことね。こういうの見てみこれディ,テディテールっていうの見てみよお前。天才だろお前これ。これ2分で作る俺天才だろ。お前らみたいに言語能力低い奴らとレベルが違うんだよバカ野郎と。まあね、言っておきたいなと思います。天才ですねこれね。 素晴らしいと、うんまあ、こうやってね空き缶をねただ切ってねガムテープ貼っただけなんですけどこういうのを2分でさっと作れる、ね、俺の天才的なねあの頭脳を使って日本語授業、ね、してやるからちゃんと来いよお前らばあかであとここ映ってるよあの日本にあるね大麻博物館っていうね 日本のね、えー、産業用大麻っていうのかな農作物としての大麻をね、えー、についての展示を行っているですね。あのー、大麻博物館っていうのがね、栃木にあるらしいんですよ。で、僕は行ったことないんだけど、まあ、この本すごくいい本なんで、で、なんかよくね、あのー、まあ、もうちょっとね、あのー、日本語教室をやった後に、詳しく、えぇ、ー、大麻についてやろうと思うんだけど、スチラムニクのね、400万人のバカはですね、こういう真面目な本も読みなよ。な日本と、 日本のね、あのー、大麻の歴史。ね、お前ら知らねえだろ、バカだから。な大麻がただのドラッグ。ね、もちろんそういう面、そういう面もあるんだけど、それだけだと思ってる奴ら、ほんとバカだからな。しっかりしろよ、お前ら。はい。まあ、そんな感じでね、はい。まあ、日本語授業ちゃんとやっていくんで、あの、ぜひね、あのー、来てください。はい、今回は以上です。